今日は重大な発表があります。トアから本日19時リビングに集合というメールが届いた。家の中にいるんだから直接言えばいいのに、こういうところはトアらしい。あ、なんだ、ついに外に出る気になったのか。もしかして好きな人ができたとか。トアもようやく男の子に興味が出てきたんだね。な、何？トア、お前いつの間に。違う、話が進まないから黙って聞いて。はーい。いつになく真剣だな。茶化さずに聞かないと機嫌を損ねるだろうし、ちゃんと話を聞こう。この度ヘッドハンティングを受けて仕事をすることになりました。は？マジで？あー、トアおめでとう。これで立派な社会人だね。そんなバカな、こいつが職について働くなんて銀河系が終わってもう一回誕生するくらいありえない。仕事って何するんだよ。プログラム。ちなみに契約料は1億ドルだって。1億ドル？どうしても私の腕が欲しいって言うから吹っかけてみたんだけど、向こうが乗ってきてね。1億ドルって、まあ今はまあちょっといろいろあるけど、ざっくりね、まあ、100円だとして100億か。ひえ。おいミヒロ、1億ドルっていくらだ。為替のレートにもよりますから細かくは分かりませんけど、だいたい100億円くらいですよね。100億、桁が違いすぎてもう訳が分からない。つくづく小市民な俺である。ただ一つ条件があってさ、アメリカに行かなきゃいけないんだよね。は？向こうに渡ればグリーンカードも取れるらしいよ。私は別にどうでもいいけど。将来はアメリカ永住？かっこいい。いや、そんなの無理だろ。そもそも日本国内でだって一人で生きていけないのにアメリカだぞ。そう、だからお兄ちゃんも一緒に来るの。え？私の世話係。ちゃんとしたポストだよ。給料も出るんだって。は？お前何を勝手に決めてるんだよ。お兄ちゃんの仕事はアメリカでもできるでしょ。大学だって別に出る必要ないんだから辞めればいいよ。それってどれくらいの間アメリカにいるの？3年契約だから、日本に帰るにしても確実に3年後だね。3年契約で100億か。すげえな。あとはこっちの返答待ち。お兄ちゃんとミヒロが良ければ OK しようかなって思ってる。本当に行くなら、アメリカに行くのはトアと先輩の2人で行くんだよね。そうだね、家族だけって契約だから。俺たちだけで行くのか？日本を離れて3年もアメリカに。長い間ミヒロに会えない。会いたい時にはいつでも会えて、恋人としての時間を過ごす、そんな毎日を送るのが当たり前だと思ってきた。それが全部できなくなってしまう。いいじゃないですか。え？まあ3年くらいなら待てますよ。待つ女っていうのもなかなか大津なんじゃないですかね。待てるんだ。だってトアは先輩がいないと死んじゃうでしょ。それに先輩以外の人がトアの面倒を見るなんて無理でしょうし。それはそうだけど、先輩も一皮むけるチャンスなんじゃないですか。セクシーな男になって帰ってくるのを期待して待ってますから。あ、それならアメリカの味を勉強してきてくださいよ。本場の味を宮瀬の新メニューにしちゃいましょう。それじゃあミヒロは OK っと。お兄ちゃんもいい？いいって聞かれても、本音を言えばミヒロと離れ離れになるなんて絶対に嫌だ。どうなの？でもミヒロがいいって言ってるなら俺だけが嫌だなんて言えない。ちなみにいつ出発なんだ？来月の頭かな。
二人が OK ならすぐに引っ越しの準備しなきゃいけないね。来月？そんな急に。新しいプロジェクトが始まる前に来てほしいんだって。ほらほら、トアを助けてあげられるのは先輩だけなんですよ。そう、お兄ちゃんの力を借りないとアメリカに移住はできないかな。どうにか日本で仕事をするってわけには。それで済むならアメリカなんて行くわけないじゃん。トアを一人で行かせるのは論外だ。かといって他にトアを任せられる人もいない。家族のみの契約、つまり俺が一緒に行く以外に方法はない。ちょっと考えさせてくれないか。いいけど、あんまり時間ないよ。できれば明日には決めて。わかったよ。なあ、本当にいいのか？え？何がですか？アメリカ行くって話だよ。俺たち3年間も会えなくなっちゃうんだぞ。俺とみひろの問題でもあるんだから、二人できちんと話しておきたい。トアから時間をもらったのはそのためだ。まあ確かにそうなんですけど、でも先輩と私の愛がそれくらいで揺らぐとは思えませんし。それはそうだけど、その寂しかったりするだろ。今のご時世、ネットを使えば顔を見ながらお話もできますし、なんとかなるんじゃないですか？どこまでも軽いノリだからこそ不安で仕方なくなる。エッチなことはできませんけど、3年も我慢したらそれはもう濃厚なプレイができると思いません？いいですか、浮気なんてしたら泣いちゃいますからね。するわけないだろ、俺はみひろじゃなきゃダメなんだから。私はその間お料理をたくさん勉強します。先輩と一緒にお店が開けるように準備しておきますから。みひろは強いんだな、俺不安ばっかりだ。好きな人のためなら女の子は強くなれるんです。みひろが明るく笑ってくれる分、情けなさも感じる。俺ももっとしっかりして強くならないと。漫画のお仕事も不安でしょうけど、私に任せてください。え？高塚さんと薫子さん、3人で協力してバッチリ先輩につないでみせます。みひろにばっかり苦労をかけるわけにはいかないって。できる限り自分でどうにかするよ。時差とかあるじゃないですか。遠慮なく連絡するなら私が適任じゃないですか。みひろ、私は先輩の専属マネージャーですよ。名刺だってほらこの通りです。じゃあ助けてほしいって時は頼らせてもらうな。はい、お任せください。そもそもトアは先輩の大事な妹なんですから、私よりトアを優先するのは当然じゃないですか。そんなことは。そんな優しい先輩だから私は先輩を好きになったんですよ。こんなにも俺のことを思ってくれる女の子がいるなんて、俺は本当に幸せ者だ。同時に胸にチクリとトゲが刺さるのを感じた。私よりトアを優先するのは当然なんてことをみひろに言わせてしまった。これは本当に彼氏として失格だと思う。みひろとトアは親友だから余計にそう思わせちゃいけない。それなのに俺は。先輩、聞いてます？え、ああ聞いてるよ。言葉をきちんと勉強しておかないと。先輩、英語の成績あんまり良くなかったですよね。それはほらボディーランゲージってやつで乗り切るって。何言ってるんですか。日常会話くらいはできるようになっておかないと困っちゃいますよ。みひろが隣にいてくれないから。そう言いかけてやめる。言葉にして認めてしまいたくなかった。これから毎日英語の勉強しましょう。私がみっちり教えてあげますから安心してくださいね。
うえ、勘弁してくれよ。そんな生活想像できない。いや、想像すらしたくないから。